各店のチケットをいただいたのですが、ご一緒にいかがでしょうか。よかったです。そう言っていただけて私も嬉しいですわ。では日取りを決めましょう。開館前に着いてしまいましたわね。出発が早すぎたのでしょうか。まあ遅く着いて鑑賞の時間が減ってしまうよりはいいかもしれませんわね。頻繁にではありませんが、今日のようにチケットが手に入ったり、興味深い展示をやっていたりするときは来ますわね。まあそのようなきっかけがなくても来ることはありますが。ええ、美術館の空気は静かで心が落ち着きますし、展示されている作品を見ると自分自身の感性も刺激されるのです。絵画、書道、陶芸、彫刻、写真、あらゆる分野の芸術に携わる作家たち、その魂を削って作り上げた作品を目の当たりにすると、胸の奥でくすぶっていた情熱が、自分も何かを生み出したい、やり遂げたいという気持ちが湧いてくるのです。芸術品は作り手の情熱の塊ですから、目の当たりにすれば触発もされるというものです。教養も深められて一石二鳥ですわ。では何を思いつくのか楽しみですわね。私が一緒だから何だというのです。あなたという人は本当に臆面もなくそういうことを言うのですから。何でもありません。ほら開館時間になりましたわ。行きますわよ。